まず基本的には村井さんが自力で書く、そうです、自力で書けます。行き詰まるところがあると思うんです。はい、いい言葉が出てこない、いいセンテンスが出てこない、そういう時に視聴者からヒントをもらう。はい、でその皆さんには知恵を分けてもらうっていう形で、メールを送っていただきたいなと思います。でそのメールを受けて村井さんがじゃあこういう風に書こうかなと、視聴者の助けを借りて続きを書く、そういう感じです。はい、本邦初公開ですね。マックス村井温度のデモ音源です。はい、デモですよ皆さん歌詞なくてもいいのじゃないだろう今の部分はマックス村井でドドンがどうしか思いつかない。結構そんな感じ、結構そんな感じですよね。このラップこれね、ラップ、ここムラップ、ラップ、はい、ここムラップですね。ムラップするの。うん、おー最後ダーンってなりまして、真面目にやりましょう。はい、もうメールが来てまして、もう来てるの早くない？皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。村井さん待望の2枚目のシングルがマックス村井温度というタイトルのことですが、あまりにもダサすぎはしませんでしょうか。よかったらタイトルからみんなで考えたいです。おー、でも一応マックス村井温度カッコ仮だからね。なんかできればなんですけど、はい、なんかあの私的にはなんちゃら温度ニョロニョロなんちゃらみたいな、そのあれあれしたい。村井サブタイトル調のやつ、マックス村井温度この夏を忘れないみたいな。おお、まあちょっと一旦そのタイトルは、はい、うん、最後に決めるって言ったタイトルの最後、はい、ドカンとは、あ、ドカンドカンとはっしょい、はじけましょう、わっしょい、マックステンション上げ上げだ、ドドンとどっこい、立ち上がれ、どっこい、限界突破するんだ、 You are my friend までが1個目です。はい、サビ、いきなりで言うと、私この限界突破するんだ You are my friend は変えたいなと思ってあれそこ変えるの、別バージョンの歌詞がマックス村井と僕がサマータイムトゥギャザーっていうのがあるんですけどこれ何文字何文字の組み合わせなんですか。12文字、限界突破するんだとかマックス村井と僕がで大体12文字、タン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 5文字、トゥギャザーしようでじゃないよトゥギャザーしよう、トゥギャザーしようぜ、なんでだよなんかあります、そのもうビビッと来てるものがあれば、うん、今のところないんですねこれが一番かっこいいこと言える場所ですよ。サビの本当ラストですから、はい、後半は英語は嫌だ、英語は使いたくない。君とレインボー、君とレインボーはどうですか。英語じゃねえか。ダークソー。なんか夏っぽいワードをここに持ってきますか。なんかさっきからあの流れてるのいろいろ見てて、打ち上げろとか掴むのさとか、なんかそれ系はなんかハマりそうですね。マックス村井と夏を楽しもうぜっていう、これシンプルなのも来てますけど、そもそもの質問が来てます。限界突破では限界突破っていうテーマがあったと思いますが、うん、今回のやつは、一体どういうテーマなんでしょう。温度がテーマなんです祭りとかがテーマなんです。そうするとこのマックス村井と夏を楽しもうぜって結構もうそのままぴったし来ちゃうんですよ。これに村井さんなりのメッセージをプラスアルファするとしたらどうなるかってことだと思うんですが、どうですか。え、めっちゃいいじゃないですか。ん、それこれはあのまあまあ先ほどちょっとコメント欄で流れてて私の目に入ったやつなんですけど、みんなと過ごした夏を忘れない、結構いいっすね。これでいいような気がするけどね、この夏を忘れないっていうフレーズを入れるっていうので、うん、この夏を忘れないはいいですよね、うん、タン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 夏を忘れない、それだったらもうママみんなと過ごした夏を忘れないでママですね。弾けて混ざれ、関係ないね、ある藤本になっちゃうね。みんなで弾けて混ざれクソのタレあ、でもこの夏を忘れないは最後のサビに取っておきたいっていうのも、みんなで弾けた夏を忘れないは結構面白いかもね、いいかもね。みんなと過ごした夏を忘れないとか、みんなで弾けた夏を忘れないあたりは私的には非常にいいかな、うん、これ一旦そのほぼほぼこの方向性でっていう感じで、1サビにこれ入れて2サビにこれ入れてみたいな。次行きましょう。はい、 A メロ村井さん仮の歌詞、はい、仮ので当てていきます。はい、ああ
犬が西向きゃ王は東なんて言うけどマックス村井は猫なで回すマックス村井と歌いましょう、Yo! マックス村井と踊りましょう、yeah! っていうのが仮の。じゃあもう一個のいきます。あー夏が来たから踊らにゃそんなんて言うけど昼まで寝てたら一日終わるマックス村井と歌いたい、Yo! マックス村井と踊りたい、yeah! ニートじゃねえかって書かれてるちなみにここがハマると、うん、実はこっから先、うん、私は意外と引っかかりはないんです。そうなんですよね、この A メロが結構肝ですよね。そう、もういいよ全部変えよう。そしたらどういうこと、あ、ここの場所、そう、A メロはあーは、うん、まあ、ある、あー残しの、あーはしょうがないけど、うん、そっから先はもう全部変えましょうよ。でもね、犬が西向きゃ、尾が東、尾は東なんて言うけどとか、私意外と別に悪くないと思ってる。 B メロまで一気に聞いてみる。あー、ラップまで。あ、ラップ、え、この次ラップなの。そうなんですよ。非常にあの、皆様のコメント、いいですね、今日のこの感じは。じゃあ、ムラップ初披露です。ちゃんと練習しますからね、ポンちゃんは。いきますよ、イエー。どんどん広がっていく、つながっていく、僕らの仲間が輪になっていく、父ちゃん、母ちゃん、兄ちゃん、姉ちゃん、スマイルスマイル、わはは、までです。あ、できましたね。で、この後に、スマイルスマイル、わはは、変えてもいいかもしれないですけど、スマイルスマイル、わははは変えます変えましょうか。そもそもね、ラップいるかって話あっただろ、今コメントで流れただろ、ラップいるかっていうコメントが、うん、ドミニクさんが来た時の、ね、チャンネル放送の時にラップ入れろとか無ラップだって盛り上がったからここにラップが入ったんだぞ、うん、今日のこの放送の結果、本ちゃんになるわけですよ、うん、あの前のあの時の放送が、うん、あのこれになってるんですよ。皆さん分かってますか。両手を合わせていただきますあ、面白い。いや、でもなんかそういうことだと思いますよ。そのえ、すごいいいですね。それでいいの。父ちゃん、母ちゃん、兄ちゃん、姉ちゃんにつなが、そっからちゃんとつながる4行目があるといいと思うんですよ、うん、父ちゃん、母ちゃん、兄ちゃん、姉ちゃん、両手を合わせていただきます。ラップの最後にみんなが合いの手を入れられる形がいいのでないでしょうか。あ、できた。おお、みんなで両手を合わせていただきます。いいですね。ダンダンダン、これサビに繋がるじゃないですか。繋がります。あ、よかったですね、平さん。これいい、いいのできまして。じゃあ A メロ戻ります、それとも。はい、あ、いや、 A メロ戻りましょう。え、一回このサビは行かなくていいの。うん、いや、だからサビは A メロを作ってないじゃないですか、まだ。ああ、A メロはラップとセットでってことか。まあサビがちょっと難航したんで、うん、じゃあ A メロ行こうっつって、A メロが難航したんで B メロ行ったんですよ、今。なるほど。ちゃんと夏に沿った歌詞にしませんか。祭り感。まあそうですね、温度ですし。これ現行の歌詞、おまだリライトする前の歌詞についてなんですけど、うん、A メロ部分聞いて思いましたの。うん、思いました、うん、歌詞が急展開すぎてハテナマークが頭に浮かびました。やっぱ A メロは、うん、ゼロベースで考えましょう。村井さんがその1個下のメール、射的や綿飴などお祭りの食べ物や遊ぶものを入れてもいいと思う。ヨーヨーとか、ヨーヨー、金魚すくい、射的、うん、さあ村井さんどうしますか、うん、今 B メロを先に決めたのは B メロを決めることで A メロが決めやすくなるからなんじゃないかと。で、B メロがなんかその家族団らんであったり、うん、そこでみんながワイワイ楽しんでる絵が見えたわけじゃないですか、ね、祭りの場所でみんなでなんか焼きそばでも買っちゃいしながらこういただきますみたいな、はい、なのでこのお祭りに入る導入部分、お祭りっていうイベントそのものへの導入部分を歌詞にしてはいかがですか。あれですね、犬が西向きゃ、6、7、犬が西向きゃ、7、王は東、5なんて
言うけど7 7 5 7、七五調なんですね、ここ。ああ金魚すくいにたこ焼きや射的あるけど、うん、ああそれすごいじゃないですか、みたいな感じでどうですか。ああ金魚すくいにたこ焼きや射的あるけど、射的あるけど、まあ、さっき流れたあれにしましょう。遠くからふわりと見えた花火に涙にしましょうよ。なんで泣くんだってすごい言われてる。クソ、じゃあやめよう。ああ金魚すくいにたこ焼きや射的あるけど、マックス村井は猫なで回す。音階的に上がっていくので、ここもポジティブな歌詞の方が多分いいと思うんですよ。皆さん言っておきましょう。ちなみにこれはいつまで放送するんですかというコメントをたまにお聞かけしますけれども、終わるまでです。歌詞を書き上げるまで眠れまってん、金魚すくいにたこ焼きしたてきあるけど昼まで寝てたら一日終わる。ダメだよそんなの。一日終わる、ダメだよ。あー、メール来ました。人混み苦手で全く歩けない。人混み苦手ではいいんじゃないですか。いやだからネガティブな方今もう言っちゃダメだって話ですよ。投稿来ました。ああ一丁髪とか周りの人は言うけど、私のことか。うん、全てに対して一丁髪とか言いたいのか。言いたければ言えばいいですか。ああやっぱこうなりますね。あのこれ同じとかな。やっぱりみんなといるのが一番っていう。おお、あのね、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃはダメです。ポイズンですね。まあそうだね、屋台よりもさらに楽しいのはなんだっていうところで、みんなと一緒にいるのが一番楽しい。やっぱりみんなといるのが一番。やっぱりみんなといるのが一番。ちょっと待って、ピーチどやしじゃないかよ。飛びすぎだろ。飲んじゃってるね。ピーこれピーはロケ好きよね。大好きですね。大好きよね。大好きですね。やっぱりみんなといるのが一番。もちろん、それでいいんじゃないか。やっぱりみんなといマークですね、いるのが一番。一番っていうのがなんか気になるんですけど。バーン、最高とかどうですか。でこの後にタンタタ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 タンタタ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 タンってのが、それなんかそのまんまでもいいと思いますけど、元の原案の歌詞。マックス村井と歌いましょう、マックス村井と踊りましょうで、まあ、みんなというのが最高なんだから、マックス村井と一緒に歌えばいいじゃないかって話でしょ。マックス温度でなんちゃららみたいなのを一箇所だけここに持ってきて、で、ああその歌詞のタイトルを。そうですそうです。楽しくみんなでドドンガドンはいいですね。なんかいやその後ドンドンとかあるから、ドカンとかそこで使っちゃってるから、ここはね、擬音はちょっと、あ、そっかそっか。続きがいきなりムラップでドンドンって入るんだ、はい、マックス温度でってことでちょっと仮に入れちゃいましょう、はい、マックス温度で踊りましょう、うん、踊りましょう、楽しくみんなで10コンボとかね。楽しくみんなでサバータイムつけようさ。君の瞳にレボリューション。忘れない。皆様ご視聴ありがとうございました、マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。